Eh bien les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite. Ça fait longtemps, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti vidéo. Mais bon, j'avais plus trop envie de jouer et on se retrouve pour la suite. Pour les épisodes secondaires, tout simplement. Et donc bah on va faire ça tout de suite. Armin. Là je joue avec la manette de PS4 et non la manette de Xbox. Imaya, Seken Zentai ga Chousa Heidan no Jinrui no Shouri ni mukete wakitatteita. Semaru Wall Maria Dakkan Sakusen ni muke Heiin o tsunoru to matataku ma ni kazu ooku no Hei ga Chousa Heidan ni kuwawaru. Soshite いよいよ作戦の決行を2日後に控えた夜、ウォールマリア奪還の前祝いとして肉が振る舞われ、兵士たちは短くも平和なひとときを過ごした。ウォールマリアを取り戻して敵を全部倒したら。また戻れるの？あの時に。戻すんだよ。でも、もう全部は帰ってこねえ。付けを払ってもらわねえとな。それだけじゃないよ。海だ。商人が一生かけても取り尽くせないほど、巨大な潮の湖がある。炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。ああ、そうだったな。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。しょうがねえ、そりゃ実際見るしかねえな。約束だからね、絶対だよ。ウォールマリアを取り返してくれ。人類の未来を任せたぞ。うわー、任せろウォールマリア最終奪還作戦開始。進め。まずい、陣形の中に巨人が入り込んでる。急いで討伐しないと陣形が崩されるぞ。連続で入ってきた新兵も多い。陣形が完全に機能すると思わない方がいい。ここで陣形が崩壊したら志願しなくへたどり着くこともできなくなる。マシの深淵団があんなに、みんな苦戦してるんだ。急いで助けないと。助けて、巨人に狙われてるの。さっきまで深淵団が不発で救援も呼べなくて。勝つんだ。が出てみんな食われちまった。これ怖くて何もできなくて。あげるもんか。くそ、俺じゃ無理なのか。おい、弱音を吐いてる暇はねえぞ。しっかり仕事しやがれ。やった。
死なずに済んだよ。勝つんだ。マリナ、助かったぜ。ところで、クロックが偵察に出たきり戻らねえんだ。どこかで苦戦しているのかもしれない。手遅れにならないうちに見つけよう。やったぞ。J'étais un peu trop rapide. Au milieu des kikous, ils ont assaillé. Là, du sud, les géants se sont rapprochés. Ils sont venus. Merci. J'ai sauvé. Je vais transmettre la situation à un autre coordinateur. から巨人の群れが接近中って言ってたな。陣形を崩される前に何とかしないと。なあ、それな。北から深淵団がフロックのいてた巨人の群れともう接触したのか。雪だ。巨人の侵入を許せば陣形が崩される。ここは何としても死守しないと。ここに拠点を設営できれば巨人の注意を引けるかもしれない。勝つんだ。全ての巨人を倒す必要はない。陣形が通り過ぎるまで注意を引くだけで十分だ。そうか、それなら邪魔な巨人だけ倒せばなんとかなりそうだな。あ、ouais、je vous préviens juste qu'il y aura peut-être une coupure. Comme ça, sans problème. 負けるもんか。僕にも倒せだ。これで巨人たちの注意は拠点に向かった。今のうちにここから離脱しないと。勝つんだ。もう守られるだけの存在じゃないぞ。ヤルミ、お前はやっぱりやるやつだよ。あの深淵だ、まだ誰かが巨人と戦っているのか。早くここを離脱しないと私たちが危ない。どうする？アルミンの判断に任せる。やったぞ。やるぞ。
同じ104機でも南方訓練兵団の出身者は物が違うようだ。行くよ。状況だぞ。応答殿です。北から多数の巨人が接近中です。まずい、拠点が壊されたんだ。急いでこの戦域から脱出しないと。助けるのを手伝ってくれ。ああ。まだ動けるよ。迷惑かけてごめん。Pas vers moi.104機でも南方訓練兵団の出身者は物が違うようだ。勝つんだ。動きが早い。振り切るのは無理。ここで仕留める。
陣形に戻ろう。巨人と遭遇するも無事に戦場から離脱した調査兵団は志願しなくを目指して山林を進む。震えが、どうしたんだこんな調子で。ウォールマリア奪還に失敗したがどうなる。次の機会なんてもんがあると思うか。こんな奴がどうやって人類を救うって言うんだよ。どうしたの震えて、怖いの？は？怖くねえし、これは寒いんだよ。そうなの？僕なんかずっと震えが止まんないんだけど。エレンって巨人が怖いと思ったことある？僕なんか初めて巨人と対峙したとき全く動けなくなったんだ。でもそんな僕を君は助けてくれた。なんであんなことができたの？思い出したんだ、お前が俺に本を見せたときのこと。お前は楽しそうに夢を見てるのに、俺には何もなかった。そこで初めて知ったんだ、俺は不自由なんだって。広い世界の小さなカゴでわけのわかんねえ奴らから自由を奪われてる。許せないと思った。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。ありがとな、もう大丈夫だ。調査兵団はシガンシナクに到着するとすぐにエレンの硬質化によって外門を塞いだ。その後ライナを発見するも巨人化され内門側に繋いでいた馬を狙われる。そこでハンジたちはエレン巨人をおとりに使い、鎧の巨人をシガンシナク内へと誘導する作戦を決行した。エレンを大取りにする羽目になるとは。だがライナーはエレンを追うはずだ。ライナーを志願しなくないで迎え撃つぞ。待ってください、もう一つ危惧すべきことが。超大型巨人がまだどこかに潜んでいます。前回エレンはライナーを追い詰めましたが、ベルトルトの奇襲を受け連れ去られたのです。単純な対策ですが、壁から離れた位置で戦いましょう。狙い通りエレンと鎧が戦い始めたか。私たちは援護に回ろう。鎧の隙を作るぞ。絶好の機会を狙って雷槍で肩をつける。それまで手の内は隠しておくんだ。ただ
エレンがやられたら元も子もない。彼の消耗にも気を配ってくれ。ライナ、お前とはここで決着をつけなきゃいけねえ。よし、今しかない。ライスを使え。もうやるしかねえんだよな。もう立ち上がってくるとは。鎧の力はそこが知れないね。もう一度全員で仕掛けろ。今度こそ奴を仕留める。こうなるって分かってはいましたけど、倒さなきゃいけないんですね。聞いてるぞ。攻撃の手を緩めるな。あと少しだ。ここで勝負を決めよう。立ち上がってきたか。けどだいぶ消耗してるのは間違いなさそうだ。このまま畳みかけろ。次こそとどめを刺す。動いた。全員で攻撃を仕掛けてライナーの注意を引かなければ。狙う。仕留める。やろう。エレンに狙いを絞る気か。ライナーの注意を引けないのなら
今ここで息の根を止めるしかない。ベルトルトはエレンたちが必ず仕留めてくれる。私たちはここでライナーをやる。奴が動けなくなったからだ。残りの雷槍で必ず仕留める。今度はしくじるわけにはいかねえ。くそ、やってやる。考えがあるみてえだな。かけるしかねえか。全力でライナーを止めろ。まだだ。よし、ライナーが体勢を崩した。ここから勝負に出るぞ。ライナー、まず俺がおとりになる。今夜の最初は雷槍を2本使って両側からライナーの顎を狙う。顎を吹っ飛ばされたらライナーの口が開くはずだ。ミカセは残りの1本でライナーの口の中からうなじを狙え。1本外した。口は開いてない。それでもやるしかない。ミカセ無事だ。いや、よくやった。今だ、ミカサ。おい、まさか。ライナー、出て。Putain, y'a que du combat là. En plus c'est difficile le truc. En plus, hey, vous voyez, ça c'est les touches. Les touches qui marquent. Après je sais comment on les joue. Donc,
この作戦がうまくいけばもう海を見にはいけないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、お前は大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いいや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ、エレン、勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。ベルトルト、エレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのためなら何だって捨ててやる。から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を、ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。Mais si tu me laisserais jouer, ça serait bien. Vas-y. Mazé. Eren の家に火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。超大型をエレンに近づかせるわけにはいかない。止めないと。こんな試練にももう慣れたよ。僕に見せてくれ、君たちが最後に何を残すのか。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。僕がそれを見られなくてもきっとエレンなら。すごい熱風だ。この蒸気を頭に食らい続けた。バブ、やけどどころじゃ済まないな。今エレンは動けないんだ。僕がベルトルトを止めないと。全部仕方なかった。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。僕たちの知るベルトルトとは別人みたいだった。どんな揺さぶりもきっともう通用しない。本気で僕たちを皆殺しにするつもりだ。なら僕たちも全力で彼を倒すしかない。
エレンは。作戦は失敗だ。僕はどうしたら。Mais je faisais tout ce que je pouvais. Bakufu から生き残ったのは。エレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を。ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。このまま超大型をエレンに近づかせるわけにはいかない。止めないと。こんな試練にももう慣れたよ。僕に見せてくれ。君たちが最後に何を残すのか。炎の壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。だけどもし僕がそれを見られなくても、きっとエレンなら。すごい熱風だ。この蒸気を共に食らい続けた。けどどころじゃ済まないな。まずい。今エレンは動けないんだ。僕がベルトルトを止めないと。全部仕方なかった。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。僕たちの知るベルトルトとは別人みたいだった。どんな揺さぶりももう通用しない。本気で僕たちを皆殺しにするつもりだ。なら僕たちも全力で彼を倒すしかない。この程度の傷、僕が時間を稼がなきゃいけないんだ。ベルトルト、ダイナー、あれマジめー、En fait, il faut que je blesse. Une jambe. Faut pas que je fasse les deux. から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を。ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。
Non mais vas-y. わけにはいかない。止めないと。こんな試練にももう慣れたよ。僕に見せてくれ。君たちが最後に何を残すのか。すごいね、無駄。この蒸気を共に食らい続けた。たぶん、やけどどころじゃ済まないな。この程度の傷、僕が時間を稼がなきゃいけないんだ。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。だけどもし僕がそれを見られなくても、巨人化と同じだ。短時間に連続して力を使うことはできない。全部仕方なかった。デセク。Ah bon, les amis, on se retrouve après parce que là, de toute façon, j'ai de nouveaux gardes. まだだ。まだ足りない。もっと時間を稼げるはずだ。その知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやってあぶられ続けることなのか。なら分かったよ。今楽にしてやる。エレンに託すんだ、僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。全ては僕の隙を作るため。なのに、お前が誰よりも勇敢なことぐらい。Bon les amis, j'ai enfin réussi. Mais je vais être honnête avec vous. Comment vous l'expliquer?Ah ouais, là il y a des combats extramuraux. J'ai
Je sais même pas à faire quoi là. Oh, on fera les combats extramuraux après. En fait, c'est pas le ついに家庭の地下室へとたどり着いた。そこに残された愚者の書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が 継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、 1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団はついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。 すぐ海に着くのか。ようやく、ここまで来たんだな俺たち。油断は禁物だよ。どこに巨人がいるかわからないからね。早く拠点を築こう。うわ、巨人がまだこんなに。索敵が取りこぼしたのか。とにかく拠点を設営しなきゃ始まらない。邪魔な巨人を全て討伐するんだ。 この調子で行こう。残る設営箇所は2箇所だよ。終わらせて。敵は殺すだけ。設営完了だ。さて、最後の1箇所もよろしく頼むよ。 拠点の設営は済んだね。みんな、よくやってくれた。ひとまず、今設置した3つの拠点を本部と定めて、一度体制を整えよう。いいかい？この本部は今回の調査の要だ。万一破壊された時には、撤退せざるを得ない。On voit la balle là où j'étais. あっちにも巨人か。くそ、私が向かうわけにもいかないし。俺が救援に向かいます。ハンさんはこのまま本部を防衛してください。 エレン待って。 君にも愛知のことがあると困るんだけど。 ハンジさん、私がエレンに同行します。 エレンは絶対に死なせない。 要請だから早く行ってやらねえと。
殺さなきゃ何年だ。エレン、見事だった。私もあなたに続かないと。Ouais, je vais vous avouer que le fait que j'ai réussi à combattre un bad de titan colossal où je galérais, j'ai abaissé le niveau. Parce que ceci c'est que quand je faisais j'attaquais, à la fin du temps en partie, le truc, j'arrivais seulement à vaincre deux. Alors que là, enfin j'arrivais seulement à blessé deux endroits, alors que là j'ai réussi à tuer les quatre. お前のおかげであいつを助けられた。巨人に遭遇してしまったんだ。エレン、悪いけど手を貸してくれ。アルミ、お前の見たかった景色はもう手を伸ばせば届くところにあるんだ。こんな巨人どもなんてとっとと片付けて先へ進むぞ。邪魔するんならぶっ殺すだけだ。すげえ、なかなかできることじゃねえよ。切り抜けられたよ。そうだ、僕もエレンたちに合流させてくれ。あの深淵だ。あれは本部の方角。まずいかもしれない。ああ、急いで向かった方が良さそうだな。何かあったのかもしれねえ。君を戦わせるのは本意じゃないけれど、少しだけ手を貸してもらえないかな。
にして流行る気持ちはわかる。だけど無茶だけはしないでほしい。別に無茶なんてしてねえって。俺はただ前に進む。あ、メアンズはそれだけだ。巨人は倒せたか。いやー、正直肝が冷えたよ。ガーン。深淵団だな。誰かが苦戦してるみてえだ。また本部が巨人に襲われちゃまずいし、襲撃に備えて防衛線を張るとしよう。サシャ、コニー、防衛用の拠点を設営してくれ。おい、お前ら手を貸してくれ。新兵が巨人に襲われてるんだ。いやだ、来ないでくれ。とにかく落ちて、すぐに助けてやるから。敵は殺すだけだ。やってやる。ありがとうございます。おかげで命拾いしました。まだ動けるな。ここはもういいから本部に向かえ。敵は殺すだけだ。助けに行かねえと。救援要請。ハンジたちと合流したいが、この辺りは巨人どもが多すぎる。救援要請だよな。言ってやるべきなんだろうが。本部を目指す。エレン、援護しろ。なあ、手を貸してくれよ。巨人が邪魔で拠点が立てられねえんだ。やってやる。俺たちの同胞でも巨人は殺さなきゃ何年だ。やるじゃねえか。やった。ありがとな。おかげで助かったぜ。巨人か。さっさと片付けるぞ。
命じられたんですけど、巨人に邪魔されてうまくいかないんです。ありがとう、助かったわ。Putain, ils ont... Donc je dois... Franchement, depuis quand Levi il a besoin que moi et Ren, je l'escorte. J'ai vu ça où. これで全部か。とにかく先を急ぐぞ。巨人が残っていやがったか。面倒だが倒して先へ進むぞ。進み続け。兵長、巨人の討伐完了しました。巨人を倒して満足してる暇はねえぞ。全員本部まで急げ。だけだ。やるじゃねえか。本当にもうすぐ海が見えるんだよな。なんだか少し不思議な気分だ。さあ、ちゃんと。さあ、ちょっとちょっと。ここにも巨人が残ってやがったか。C'est bon, t'as fini toute la mission. Et là, t'as des déviants, il n'y a pas un truc comme ça. Vas-y, vas-y.水槽本部の拠点が一つ破壊された。他の二つは絶対に守り抜かないと。終わらせてやる。
Il m'a l'air un peu d'être débile. C'est abruti, il était bugué. ないほどの巨大な潮の湖があるって僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああすっげー広いな。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。ouais。
fait, j'ai les murs. J'ai les trucs d'extrême gros. Et franchement, Il me reste ça qu'on fera dans une prochaine vidéo. Et après t'as les autres où c'est que du combat, j'ai l'impression. Donc on a fini l'histoire complète. Magnifique. L'écran est magnifique. Ouais bon ouais non. Ah je sais même plus si je vous l'ai dit mais je vais vous le dire. Quand... Ah si si je vous l'ai dit mais bon. Ouais quand j'ai combattu le Titan Colossal avec Arbit j'ai dû abaisser le niveau. Oh ouais. Bon. J'espère que cette vidéo sur la taille des titans vous aura plu, ça fait un moment. Et on se retrouve pour un prochain épisode pour la suite de l'épisode personnage. Allez, ciao les amis, à la prochaine.